株式会社柏屋は、福島県郡山市に本社を置くは、菓子製造販売メーカー。カ営5年創業。福島県を代表する、老舗和菓子屋であり、日本三大饅頭である、薄皮饅頭の製造販売で有名。他にも、レモン、トロア、クルミ、クルミゆべしもちずり、花言葉など様々な和菓子を製造販売している。また、ケーキや、 シュークリームなどの洋菓子も製造販売している。一部の店舗で薄皮まんじゅう手作り体験が可能。また、1月を除く毎月1日の朝茶会や毎年4月のまんじゅう祭りなどのイベント、自動集、青い窓発光などの文化活動も行っている。薄皮くんは柏屋の公式キャラクターで顔が薄皮まんじゅうの形をした妖精の男の子である。正式名称は、 二代目薄川くんジャパンで、柏屋の創業165周年を記念して、誕生したキャラクターである。青年月日は1852年7月1日で、現在168歳だが、165歳の時点で、人間の年齢に換算すると5歳くらいであり、妖精の世界ではまだまだ駆け出しである。特技はダンスで、薄川ゅうの歌、に合わせて踊っている。薄川小万獣。 コシアンにはパッケージに彼が描かれたタイプも存在する。初代の薄川くんじゃんけんは二代目と異なり、四角い顔に黒目のやや怖表で痩せていた。薄川くんに関するカテゴリー。ありがとうございます。